あなたが努力しないからダメなのよ。お前がもっと努力しないから漢字を覚えられないんだ。というふうに、いくら努力をしても努力不足と責められてしまう。皆さんもこんなことがあったら、もうやる気なくしてしまいますよね。まあ、最終的に自分は何をやってもダメなんだ。まあ、自分はもう存在しない方がいいんだって、まあ、非常に辛く悲しい気持ち、孤独になってしまう。これを学習性無力感、まあ、文字の通り無力感を学習する、生きづらさを感じているのは本人なんですね。そこに共感をしてあげる。大変だったねって、今までよく頑張ってきたね、でももう大丈夫だよ、私たちと一緒にこれをやっていきましょう、ということで改善されるわけですね。教えて松浦先生。こんにちは、淑徳大学の松浦です。この動画は発達障害のあるお子さんに関わっている専門機関、関係機関の皆さん、あるいは保護者の皆さん向けに作っている動画です。やっほー、おいらうさだま。先生、二次障害って何？今回は二次障害って何ですかというテーマでお話をしていきたいと思います。皆さんは二次障害という言葉を聞いたことがありますか？まずこの言葉の大まかな意味からお話をしていきたいと思います。まあ、二次障害というのはですね、特に発達障害に限った専門用語ではないんですが、知的障害や発達障害、その他の原因をですね、一時的なものだとすると、これに対して周囲の理解や適切な対応がない場合、あるいは、本人は、まあ、知的障害や発達障害があるとまだ周囲は気づかず、一生懸命やっているのに周りからダメだなとバッシングを受ける、まあ、結果的に否定的な感情が強くなっている。なんで僕はこんなに怒られるんだろう、まあ、悩んでしまう。そしてその結果、さまざまな教育課題、例えば不登校であるだとか、社会課題、引きこもりであるだとか、こういう現象に直面してしまうと、まあ、これをですね、二次障害と、言うんですね。具体的にはどのようなものなのか、まあ、学校に行っても知的障害や発達障害があるんだけども、先生も友達も気づいていない、こんな場合、本人はいくら一生懸命やってもなかなか褒められない。そして、怒られたり注意されてばかり。これだと皆さんも嫌になりますよね。例えば限局性学習症 SLD ですね、まあ、一般的には学習障害という言葉で知られていますが、このようなお子さんは夜中に漢字を何千回と書き取りをしたところでなかなか覚えられない、まあ、そうすると成績が伸び悩んでしまう。そして、あなたが努力しないからダメなのよ、お前がもっと努力しないから漢字を覚えられないんだ、というふうに、いくら努力をしても努力不足と責められてしまう。皆さんもこんなことがあったら、もうやる気なくしてしまいますよね。まあ、いつも、この、他の回でもお話をしてきているんですが、発達障害の場合ですね、ある方法を取れば、まあ、確実にいろんなものを学んでいくことができるんですが、一般的な方法でいくら努力してもなかなか結果が出づらい、まあ、最終的に自分は何をやってもダメなんだ、まあ、自分はもう存在しない方がいいんだって、まあ、非常に辛く悲しい気持ち、孤独になってしまう。これを学習性無力感、まあ、文字の通り無力感を学習する、まあ、このようなお子さんは様々な教育課題、不登校、いじめの加害者、被害者、あるいは引きこもり、また稀に家庭内暴力って、もう僕は生きていたくないと言って暴れたりするって、まあ、このようなことに至ってしまうケースがあるんですね。ではこの二次障害を防ぐにはどのようにしたらいいんでしょうか。まずはご家庭、学校、あるいは関係機関、専門機関の皆さん、正しく子どもたちを理解してください。何かあれちょっと行動が変わってるなと思ったら、ひょっとしたら潜在的な何かを抱えているかもしれない。
まずそこを見つけ理解してあげてくださいね。一番困ってるのは本人なんですよ。なんで僕だけ、ってこんなに一生懸命頑張っているのにダメなんだろう、周りは僕のことこんなに怒るんだろう、生きづらさを感じているのは本人なんですね。そこに共感をしてあげる。大変だったね、って今までよく頑張ってきたね、でももう大丈夫だよ、私たちと一緒にこれをやっていきましょう、ということで改善されるわけですね。そしてもう一つ、障害特性から来るものの中には、周りからあれわざとやってるんじゃないの、例えば ADHD 注意欠如多動症のお子さんたちがですね、扉を勢いよく閉める、教室の扉をガチャンと閉めたりする、あるいは怒ると物を投げたりすると、こういうことを見てわざとやってるんじゃないか、何か学校先生をバカにしてるんじゃないのって思う人たちがいるみたいですけども、それは他に表現方法を知らないからそういうことになってしまう、正しい扉の閉め方を知らないからそういうことになってしまう。こういう場合は正しい方法を入力してあげるとできるようになるんですね。決してわざとやっているわけではないというところはぜひ覚えておいてください。できる限り早い段階、早い年齢でね、早期発見し早期対応してあげると、さまざまな対策方法がありますので、皆さんもし専門家あるいは保護者の皆さんであれば、何かあればあれひょっとしたらと思う気持ちが大切だと思います。そして、最寄りの相談機関に、早め早めにですね、お子さんについて相談を入れたらいかがでしょうか。はい、今日は二次障害についてお話をしました。ではまた、さようなら。